はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日はですね、3月の31日木曜日ですね。本日はですね、今からディズニーリゾートラインに行きたいと思ってるんですけれども、今日からですね、新しいフリー切符がなんと4種類も出たんですね。今までね、2種類ぐらいはね、一気に出てたんですけれども、4種類ってなかなかないですよね。ということで、今日は今からですね、その本日から登場しましたフリー切符4種類皆様にご紹介していきたいと思います。それではですね、早速リゾートラインの中行きましょう。到着しました、リゾートゲートウェイステーションです。今日からですね、タイムトゥーシャインのものとかね、あとイースターのものとかいろいろ出てるんですよ。では早速買いに行きましょう。で、早速看板がありました。こちらですね、期間限定デザインフリー切符、グーフィーのやつがありました。売り切れ次第終了となりますね。そして今度はこちらですね、プルートのやつ、これも本日から発売となっております。はい、これも今日からですね、チップとデールのものです。すごいですよね、一気にこんなに出るんですよ今日から。そしてあともう一種類のがこれですね、ディズニーイースター2022年のやつです。今日ね、サタマのスニーカーやってましたけれども、フリー切符もね、今日からとなります。あとグッズも今日からですね。こちらがチップとデールのやつです。このですね、販売機のデザインもね、毎回変わりますので、ここも要チェックですね。こちらがグーフィーです。グーフィーは緑色ですね。はい、そしてこちらがプルートですね。黄色いいですね。はい、早速買ってきました。こちらが4種類です。グーフィー、チーデー、プルート、そしてディズニーイースターのものですね。いや、いいですね。そしていきなり4種類も出るっていうのは本当珍しいことですよね。はい、こちらがグーフィーです。緑色で綺麗ですね。なんかタイムトゥーシャインって感じでいい感じです。そしてこちらがプルートですね。このプルートの黄色もまたいいですよね。綺麗ですね。なんかチーデーとはちょっとね、違う黄色って感じです。そしてこちらがチーデーです。フルートとは違ってちょっとオレンジ色というかね、茶色っぽいデザインですかね。これはこれで綺麗でいいですね。なんかクリスマスみたいな感じ。そしてこちらがですね、明日から始まりますディズニーイースター2022年のですね、フリーキップです。今日からですね、イースターグッズも販売されてますし、スニークもありましたよね。今日は残念ながらね、ちょっとパークの方には行ってないんですけれども、明日はね、行かせていただこうかなと思ってます。いいですね、なんか可愛らしいですよね。このなんかエプロン姿のミニーちゃんとかもめっちゃいいなと思います。でもね、あのうさたまのね、コスチュームこれじゃなかったですね。なんかリゾートのコスチュームなんでしょうかね、これは。はい、ということで本日からですね、販売されましたフリー切符4種類ご紹介させていただきました。もう一気にね、4種類出ましたしね。でこのリゾートラインのフリーキップね、かさばらないですからね。で、あとこの日付がつくっていうのもジョマジおすすめなところですので、ぜひですね、インパした日にですね、買っていただくとですね、その記念になるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、リゾートライン乗らなくてもこのフリーキップだけでもね、買うと結構記念になっていいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、こちらディズニーリゾートラインの新しいフリーキップ4種類ご紹介させていただきました。ぜひぜひですね、皆さん参考にしてみてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。